ユニオンスクエアと建設中の環球貿易広場、環球貿易広場エントランス環球貿易広場は、香港の九流、油センサ管区の西九流地区にある、ユニオンスクエア内に位置する超高層ビルである。世界貿易広場とも言う。環球は中国語で地球あるいは世界を意味する。略称は、英語名、インターナショナルコマースセンターの頭文字を取って、ICC。 施設のイメージカラーは緑色である。2002年に建設が始まり、2010年に完成した。完成時点で、香港島の中間にある高さ415.8メートルの国際金融中心第2期を抜き、香港で最も高い超高層ビルとなった。また世界では4番目、香港とマカオの両特別行政区を含めた中華。 人民共和国国内でも上海環球、金融中心に次いで2番目に高い超高層ビルとなった。九龍の西九龍に建設が進められているユニオンスクエアの中核施設として2002年より建設が開始された。高さ484メートルで地上118階建てである。香港国際空港への空港連絡鉄道である港鉄機場を改線。 およびその他路線である東優先が発着する急流駅直上にあたる。またユニオンスクエア周辺の土地はおおむねビクトリア湾に面し、すべて埋め立て地である。また、ビクトリア湾の湾口に際して、対岸の香港島にある国際金融中心第2期とはタイになり、両岸を挟んで2本の400メートル級の超高層。 建築があたかも門のように立つ世界でも類を見ない景観が出現した。建設は香港の地下鉄事業者である香港鉄路有限講お及び香港の総合不動産開発会社である新大取吉さんなどによって進められた。当初は歌唱として九龍丹第7期と呼ばれていたが2005年に現在の名前へ正式に決定された。設計は アメリカ合衆国の設計会社である KPF が担当している。2000年10月時点では高さ574メートル、地上102階建てで、戦闘形状の建物を建築する予定だったが、後に現在の設計に変更されている。また変更前の高さでは、計画時に建設中だった台湾台北市新岐区の台北101や、当時建設休止中であった中華、 人民共和国上海市歩東新区の上海環球、金融中心、アメリカ合衆国ニューヨークシュマンハッタン地区のワールドトレードセンターを抜いて世界で最も高い建物となる予定であった。また、当初案では建物の設計をアメリカ合衆国の設計会社、ソンが担当していた。ただし、計画段階当時アラブ市長国連邦のドバイに、 高さを公表せず建設開始したブルジュハリファが最終的に高さ828.0メートルで竣工したことやブルジュハリファより後発のアメリカ合衆国入りのイシュ衆シカゴ市のシカゴスパイアも高さ609.6メートルで計画が行われていることを踏まえるともし高さ574メートルで建設されていたとしても世界一の座についていた可能性は低いか あるいは短米に終わっていたと考えられる。低層部にはショッピングモールの円形が低層部から中層部はテナントのオフィスが占め、最上階から15フロアは宿泊施設としてザリッツ・カールトン・香港90が入居している。118階にはルーフトップバーのオゾンがあり、世界一高層にあるバーとされている。オゾンは宿泊客だけでなく外部の客も 利用可能である。また2010年1月時点では、まだ観光していないものの、一部の施設は施行を終えて、すでに稼働を始めていた。構想部のホテルは中華人民共和国の上海市、歩東新区にある人馬マタワーのグランドハイアット上海や2008年に完成した上海環球金融中心のパークハイアット上海が入居する部分の高さを抜いて、 建築物として世界で最も高い場所にあるホテルとなった。また48階と49階にはスカイロビーが設けられ、100階には香港で初めてとなる本格的な観光用展望台、スカイ100が設置されている。あネジ。ありがとうございます。